は交通の要 JR 大阪駅から徒歩で行けるおすすめのホテルを4カ所ご紹介します。それぞれのホテルに違った魅力があるので、お気に入りのホテルを見つけてくださいね。まず1つ目のホテルは JR 大阪駅3階連絡橋出口を出て中央北口へ進みます。連絡通路を渡ると駅から約3分でホテルに到着しました。2つ目のホテルは JR 大阪駅桜橋口から大きな通りに沿って歩くこと約5分スタイリッシュな外観のホテルに到着しました。
3つ目のホテルは JR 大阪駅の御堂筋口を出て地下へ進みます。大阪メトロ東梅田駅方面を目指し、東梅田駅の出口を出て歩くこと約7分、ホテルに到着しました。4つ目のホテルは JR 大阪駅中央改札を出て右に進みます。1分ほど歩くと到着しました。
気になるホテルは見つかりましたか？大阪へお出かけの際はぜひ参考にしてくださいね。大阪駅周辺のホテルと新幹線を予約するなら JR 東海ツアーズのお得なパッケージプランがおすすめ。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。